さんこんにちは、背景イラストレーターのアリです。今回も楽しんで描く背景イラストをやっていきたいと思います。このチャンネルでは iPad を使って背景や風景の描き方だったりアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回なんですが、今回はここにある桜のイラストの描き方の紹介になります。まだまだ寒いですが、そろそろですね、桜の季節も近づいてきているということで、早めにですね、桜の描き方最後まで見てですね、イラストにぜひ起こしてみてください。それでは本編どうぞ。はい、それでは本編やっていきたいと思います。さあ、今回は桜のイラストになりますが、桜こういう感じですね、アップで見るとね、いう感じなんですが、まず桜を描く上でですね、どういう風な特徴があるのかというのをまとめたので、そちらから見ていきましょう。はい、桜の特徴、桜はいわゆる広葉樹という木になります。で、木の種類は前の動画でやっていますので、ぜひそちらの方もですね、合わせてご覧になってください。もうこの辺からね、いけると思います。で、曲がりが多い、この枝がですね、結構グネグネこう、 うわーってこう外に広がってるんですね。なので結構こうグネグネしたようなイメージの枝を使ってあげるとより近くなりますので、その辺を注意する。で、次、花が多い、こう花がいっぱいこうモコモコ咲くのが特徴となっています。ね、そういう花が多くて、で、イメージ的にはピンク色で柔らかい印象を与えるものになりますので、ピンク色で柔らかいカラーを使ってあげます。で、花びらの形はですね、だいたい5枚でこう、なんていうんですかね、ハート型に近い形となっていますので、この辺も意識をしておくといいかなと思います。今回ですね、どういう風な桜の花の咲き方をしているのかっていうのと、円形で桜の木を描く場合にどういう描き方をすればいいのかというのの紹介になります。まずは桜がどういう風な付き方をしているのかから見ていきましょう。この花が多いというところですね、この辺が特徴的になってくるんですが、こういうようなこう枝からですね、枝からこうちょっとこう生えて枝分かれが多いんですね。で、その先につぼみが出て、で、その中から花がですね、こう何本か出ているような、こんな感じの花が特徴になります。桜もいろんな種類があるので、一概にこれだけってわけではないんですが、一番イメージが近い、桜っていうイメージはこれみたいなイメージだと、こんな感じの咲き方をしていることが多いです。なので、こう一本の枝からこう分かれていって、そこからこうワッとこう花が出ていくような感じなので、かなりこうモコモコした感じになります。で、このアップを枝に置き換えるとこんな感じですね。いろんなところに枝が出て、枝からさらに枝が分かれて、それがさらに二股になったりして、そこから花がパッと咲いていると。で、それがいっぱい集まっているので、もう一本の枝でもいっぱいね、花が咲いております。で、これ一個一個描くと、すごい大変なんで、イラストに描く場合は省略化してあげる方が、描きすぎるとですね、そこに目がいっちゃうので、省略化してあげる方が桜の表現としてはかなり良くなるので、で、今回はその省略したやつをここに描いております。で、塊なので、塊でブラシでこうポンと置いていって、そこにハイライトでこう白い部分ですね、この白い部分をちょこちょこハイライトで入れていってあげると。で、引きで見た場合はですね、こっちとこっちそんなに変わらないと思います。なので、そこまで一個一個ね、書き込む必要はないよというところですね。もちろんその手前の方にあるやつとかはアップで書いてあげる方がリアルになりますので、その辺はバランスを見ながら書いてあげましょう。なので、この手前の大きい枝ですね、この程度ディテールがあってもいいと。で、こっちはディティールじゃなくて色で表現してみましょうというところですね。で、今回使用しているブラシなんですが、プロクリエイトのオーガニックのレインフォレストといったもの、このブラシがですね、かなり使いやすかったので、このブラシを使って描いております。さあ、このアップのイラスト、今回はですね、全部コピーして実は作ってるんですね。このアップのイラストを1枚描いて、で、それをこう、ね、コピペして反転して貼り付けて、で、この枝を描いております。なので、一個ですね、こういう花を素材として描いてあげると、それからですね、一つの枝を作ることができますので、ぜひですね、先にこういう素材を作っておくことをお勧めします。で、ちなみにこの花びらなんですが、描き方、決まった描き方はないんですが、今回どうやって描いたかというものを一つやっておきます。今回ちょっとエッジをね、ガサガサさせたかったので、この鉛筆というものを使って、まず影色、ちょっと暗くなる部分ですね。をこういう感じで書いてあげます。こんな感じ。で、茎の部分とかですね、ちょっと緑色っぽいのをこう入れて、こう入れてですね。で、こう、ちょっと色を入れてあげて、こういう状態ですね。で、その上に白で
花びらの形をこう取っていってあげます。あれ、これ6枚が6枚になってますね。5枚の羽なの でちょっとこう巻いてることが多いので、巻いてるようなイメージを描いてあげるのもいいですね。あ、ちょっとこんな感じ。こんな感じでこう描いてあげると、こんな感じでですね、桜の花びらで、このエッジだけちょっとこう特徴的な部分だけね、こういう感じでしっかり描いてあげると。でこれ引きで見るとかなりなんかそれっぽい感じになりますね。なのでこういう感じで描いた後に指先ツールでなじませていってあげて、でこんな感じで完成というような感じになります。で花びらもですね、いろんな形がありますので、まあ、どういう形を描かないといけないというのは全然ないので、今回はここと、まあ、この辺にこう巻いてあって、こうあって、でここもちょっと巻いて、まあ、こんな感じのイメージで描いております。これじゃなくて、もっと正面の方からですね、こんな感じの入り方があってもいいですし、こんな感じとか。なので花びらは結構いろんな形になりますので、まあそれを4種類ぐらいかな、4種類ぐらいこう書いてあげて、まあこれの他にですね、横側にこう生えてるようなやつで、まあどっちから見てるかっていうのは結構大事になってくるので、でこういう感じのを入れて、でもう一個真横からのを入れてあげるとか。こういう感じでですね、一つの束、四つぐらいが組み合わさった一つの束を入れて、でそれを一個一個ですね、こう配置していくと。で、この一つのやつを作って、で、さらにそれをコピーして、こう反転したり、サイズを変えたりしたりですね。実はこれとこれ反転してるわけなんですね。これとこれね。っていう感じで書いております。この素材がですね、今言った素材が増えれば増えるほど自然な、そのコピーがわからなくなりますので、まあ自然な感じになって、より良いかと思いますので、アップで桜の木描きたいっていう場合は今のやり方で描いていくとすんなり描けるかと思います。なので白い、桜もですね、白い 色なので、この間の雪と同じような感じで影色、まあ、ピンクの色から描いて、その上から白を置いていってあげて、指先でなじませてあげると、うまく描くことができると思います。で、この今、大きいのを描いた後にそれをコピペしてですね、こういうのを作りましたよと。で、まあ、これを、この色で表現する場合、どういう風にするかと言いますと、ちょっとですね、そこをやってみます。まず、この、枝ですね。枝を、どういう風についているのかな、というのを、まず書いてあげましょう。まあ、この辺はもうザクザク書いて大丈夫です。で、この辺についてて、まあ、この辺とこの辺にも生えてると。で、生えてる場所をこう、いろいろこう考えながら書いてあげてですね、この辺と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 、いうような感じで書いてあげて、で、レイヤーを新しく作ってですね。で、ブラシのオーガニックのこのレインフォレストというものを使ってあげます。で、このブラシがですね、こういう、わかりますか、ね、この森っぽい感じ、森のシルエットを置いてるんですが、これを森じゃなくて花びらとして見立てて作っていきます。なので、この花びらが固まってる、と自分で思ったところにこうやって置いていってあげますね。こうやって置き方はこう点点点とスタンプするような感じで置いていってあげるといい感じになります。でこんな感じで、あとはちょっと白いピンク、白目のピンクっぽいのを上から少し小さくしてですね、こうやって置いていってあげると透明で見ると、これだけで桜園が完成という形になります。かなりこれおすすめなので、このブラシですね、ぜひ使ってみてください。であとは緑とかですね、少し緑っぽい色もこうやって混ぜていってあげたりすると、よりリアルになりますので、こんな感じで入れていってあげます。
遠景で見たらかなり近いと思いますので、こんな感じで、まあ、今手順を見る限りですごい簡単だったかと思います。実際このブラシ、今回このブラシがすごい面白かったので紹介しようと思ったんですが、このブラシを使うとかなり簡単に描けますので、ぜひですね、チャレンジしてみてください。で、今回のこれ、まあ、ドアップの時はあんまり使えないんですね。やっぱり花びらが見えた方がいいので。なので、この奥の方だけ、まあ、これを使っているという形になります。で、実際の作例としてはこんな感じですね。よいしょ、こんな感じ。で、この作例もですね、こっちにある、これ、この枝。この枝を持ってきてるだけですね。この上の方に。これです。これですね、ここに。なので一番最初にこう花びらの作り方をやりましたね。この塊でいろんなパターンを作りましょう。で、そのパターンを作ってそれを配置して一つの枝に合成して作りました。で、それをまた少し改変して回転したりですね、反転したりして、で、それを一番手前の枝として置いておきます。で、その下の方、奥の方ですね、まあ、ちょっと影色を入れるんですが、奥の方にさっきのレインフォレストの塗り方で花びらの円形のところを描いてあげます。ちょっとボケてるような感じも出ますので、奥にあるような感じが描きやすいので、レインフォレストでポン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 と置いていってあげて、で、これだけだとここの手前と奥の境目が少ないので、ちょっと影を、わかりますか、ここに影を入れていってあげて、で、桜の塊は完成というような感じになります。こんな感じですね。手前の方にあるこう桜のちょっと大きめのカット、背景のイラストはこうやって描くことができます。で、最初の表示してたような感じで、こんな感じで奥の青色の、まあ、空の風景だったり、下のちょっと緑とかを入れてあげると、もうこれで1枚として完成という形になりますので、ぜひですね、これやってみてください。で、今回の、今やったやつがこの手前の方にある桜の描き方だったんですが、ちょっと円形の方も簡単に説明したいと思います。さあ、円形の方。まず円形のを描く場合、さあ、どうしたらいいか。まず幹を描く。まあ、ちょっと写真近場の木をですね、写真撮ってきたんですが、これ桜の木なんですね。桜の木、こんな感じで枝がめっちゃあります。もうすごいですね。こうめちゃくちゃ分かれてるんで、こんな感じね。なので、先ほど言ったように枝分かれはかなり重要になってきます。そして円形の桜の描き方としては、まず幹を描いてあげましょう。で、幹に合わせて全体に花びらの塊を描きましょう。これ先ほどやった、あれですね。枝を描いてレインフォレストでポンポンポンって置いていったところ。まあ、それと全く同じことですね。で、最後に影とハイライトを描いていくことで完成になります。で、作例をですね、持ってきていますので、こんな感じ。円形、もう奥の方にある桜の木ですね。まあ、もうこういう形で描いてあげるだけで、桜の木の感じは出ます。で、気づいた方もいるかもしれませんが、これですね。これと全く同じなんですね。このさっき描いた、レインフォレストで描いたやつと全く同じで、ただ幹がちょっと太くなったり、花の付き方がもっと密集したりと、そういうところが違うだけなので、この円形の桜の木というのも先ほどの描き方で描けます。で、流れとしましては、まず幹を描いてあげましょう。で、幹のカラーなんですが、結構茶色のイメージがやはり強いと思うんですが、まあ、茶色もなんですが、ちょっとですね、グレーがかったというか、光が当たっている部分はそういうグレーがかった色をこう入れてあげると白とかですね。あとこういうカビのようなシミのようなこういう感じですね。樹皮がですね、ちょっと面白い形をしているので、まあ桜はその辺が特徴になりますね。結構節も多いので、ボコボコしてる感じとかですね。あとこの横に走っているこのラインとかっていうのをこうやって入れてあげると、まあ、こう雑多にこう入れても全然大丈夫です。奥の方の、あくまでもこう円形のものなので、あまり描き込みすぎないぐらいでちょっと幹の表現をしてあげます。で、幹がどういう風にこう生えてるかっていうのを考えて、ちょっと枝分かれを多めにしてあげて、で、その後に先ほどのレインフォレストですね。このレインフォレスト。ちょっと一部描いてみましょう。レインフォレストというブラシで、もう結構ですね、大まかでいいので、こうつけていってあげます。こんな感じでね。まあ、この辺に大体あるなっていうのが。で、つけすぎた場合は、ちょっと消してあげればいいだけなので、そこまでも気にせずにですね、ポン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 って置いていってあげてください。で、ある程度形ができたら、ちょっとハイライト、ちょっと明るい色ですね、明るい色で、同じくレインフォレストで入れてあげて、で、最後にもう白っぽいハイライトを入れてあげて、完成という感じになります。で、あとですね、ちょっとこの辺に追加で枝も入れてますね。このここでレインフォレストのグラスでポンポンポンって置くと、この枝がないところまでこうね、生えたりするんで、そこの辺は最後に、こういう感じで、この辺ですね、枝をプラスしてあげたりすると、よりリアルになりますので、こういう感じで、円形の桜は描くことができます。
今回のブラシを使うとかなり簡単にですね、桜の木描くことができますので、ぜひですね、やってみてください。それでは最後にちょっと振り返ってみましょう。桜の木の特徴ですね、まず広葉樹、ちょっとモコっとした感じの木になるよ。で、曲がりが多い枝がですね、こう、モコってなる木の特徴なんですが、こう、枝分かれをバカバカバカっとしております。で、花が多い。こう、一つの枝からこう、いっぱい花がこう、パパパッとこう、咲いてるんですね。なので、花が多くてモコモコした、いっぱい花がこう木に咲くっていうのが特徴になります。で、色としてはピンク色で柔らかい印象を与えてあげるカラーをチョイスすると、より桜っぽいイメージになりますので、その辺の色を意識してあげましょう。で、花びらの形は5枚で、こうちょっとハート型っぽいイメージで描いてあげると、より桜っぽくなります。そして特徴としては、こう一個一個ですね、一つのつぼみからこういっぱいこう入る。で、桜の花の描き方は、白い花がやはり特徴なので、白っぽい花がですね、薄くなってしまうので、まず影色を描いて、その上からハイライトを塗る方をお勧めしております。で、この花の塊ですね、花の塊、素材としてこういっぱい用意しておくことで、それをコピーペーストすることで、こういう感じですね、一本の桜の木を簡単に描くことができます。で、さらに奥の方にある枝はですね、今回使用したオーガニックのレインフォレストというブラシでポンポンと置くことで奥の方にあるディテールがかなりなくなったような桜の枝が履けますのでぜひ活用してみてください。で、その辺をうまく配置することでこういうようなですね、桜の手前の方はちょっとしっかり描き込んだ桜の花で、奥の方はボケてるような桜の花というのはイラストを描くことができますので活用してみてください。で、円形の方はまず幹を描いて、幹に合わせてレインフォレストで塊を描いていってあげます。で、最後に影とハイライトを描くことで奥の方にある桜の木というのは十分な形になりますので、ぜひこれもですね、使ってみて描いてみてください。はい、それでは最後までご覧いただきありがとうございました。今回はですね、桜の描き方になりました。どういう形をしているんだよっていうのを理解することで、結構花とかですね、そういう特徴をつかんで描くことができるようになりますので、他の花もいろいろ自分でこう調べながらですね、今こういろんな資料が見れますので、いろいろ見ながらですね、描いてみてください。また今後もですね、いろんな背景や風景の描き方だったり、パースのことなど紹介していきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。またノートもやっていますので、そちらの方にですね、何か質問等あります場合は書いていただければと思います。この動画のコメントでも構いませんので、何かありましたら答えられる範囲で答えていきたいと思いますので、ぜひご質問ください。またこの動画が、今回の動画が良かったよ、面白かったよという方は、ぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのアリでした。さよなら。